ギルバートの U-238 原子力研究室はアルフレッド・ギルバートが1950年から1951年にかけて発売したおもちゃの研究室と題した玩具。商品のカタログには次のように記されていた。脅威の場所が作れます。電子とアルファ線が秒速1万マイル以上のスピードで旅するのを実際に見ることができます。 途方もない速さで旅をする電子は、繊細で複雑な凝結の奇跡を作り出しますから、美しい眺めです。切り箱の振る舞いを眺めて、原子を間近に見られるようになります。組み立てキットには、乾電池、純水装置、圧縮バルブ、ガラスの観測チェンバー、配管、電力線、スタンドと足が入っています。組み立て後のギルバートの切り箱セットは49.5ドルで、 発売され、次のものが同梱されていた。この商品は、子供が放射宣言を摂取することが懸念されたため、1年足らずで店頭から引き上げられた。AB アメリカンメムラビリア、リリーブドディセンバー15、2006インフレーション、ABC オークリジアソシエーテッドウナバーシティス、リリーブドディセンバー26、2009ありがとうございます。